チャオ、あっちゃんです。今日はスーパーでの見つけたっていうかね、よく売ってて、ね、子供の頃ね、好きでねるねるねるねとかね、なんていうかな、こう練って作れるお菓子とかね、粉と水で作るこんなお菓子ねを見つけて買ってきました。抹茶味チョコきなこ餅、はい、なんかね水で作るんですけどもね、水で作って水だけでお餅に変わるっていうね、でチョコクリームと抹茶きな粉を入れて、でお餅がね、水だけでお餅に変わる、水をかけてお餅を作って、でチョコクリームと抹茶きな粉をつけて出来上がり、トッピング完成っていうね、はい、こういうのです。なんかこんな感じですね、はい、きな粉と抹茶きな粉と、あれ、ヒントが前、抹茶きな粉とチョコクリームでお餅のところに水かけてねりねりってして出来上がりっていうやつね、やってみたいと思います。 なんていうのこれ、教育菓子やったっけ、知育菓子っていうかな、なんかそんな名前やったと思うんだけどね、はい、開けてみたいと思います。開けるとね、こんな感じ、なんかシルバーの袋と、こんなねカスカスのお餅みたいなのと、チョコレートのチューブっていうかね、袋に入ったチョコレートで、よくわかんないね、フォークがね、フォークっていうかね、なんかねるねるねるねとかやったら棒とかも入ってんのに、これ棒とかがないから、うん、ちょっと、ね、なんか取ってきます。はい。ね、爪楊枝を取ってきました。では作りたいと思います。ここのトレイにチョコを、ちょこっと入れます。で、こっちの反対側に抹茶きな粉入れます。はい、抹茶きな粉入れます。でね、お餅が重ならないように広げ、水をたっぷりかけます。柔らかくなるまで待ってねって書いてるんで、重ならく、あ、フォーク入ってた、はい、フォークが入ってました。カメラがね、見にくいね、重ならないようにってちょっと無理やね、これね。こうやって水かけます。が柔らかくなるまで待ってますね。なんか上の方が柔らかくなってないな。はい、ちょっとね、待ってたらお餅が柔らかくなったんで、ね、チョコがね硬いんで、チョコをお餅にこうつけて、チョコが寒いからね、チョコがつかないで、チョコをいっぱいつけると抹茶きな粉がいっぱいついて美味しいよって十分つくよね、はい、こんな感じです。では食べたいと思います。はい、では食べたいと思います。お餅
にあのチョコと抹茶きな粉、チョコいらないかもわかんない。ちょっとね次ね、お餅にきな粉だけつけます。抹茶きな粉だけ食べます。あ、美味しい。うん、これありです。はい。ちょっとねチョコは、味邪魔してるかもわかんない。でも、子供ちゃんやったらチョコの餅とかありかもわかんないですね。はい。これは美味しいです。あとはね、また子供と分けて食べたいと思います。では、今日の、おやつ、抹茶味チョコきなこ餅は、ね、いろいろ楽しかった。いろいろ作ったりして楽しいし、味も結構美味しかったんで、88点です。はい。プラス3点は、いろいろ楽しかったんで、はい。プラス3点しときます。はい。ということでね、またよかったら、こんなね、何やったっけ、チーク菓子かな、なんかそういうのを、子供ちゃんと一緒にね、作って遊んだりとかね、なんていうのかな、子供の頃に戻った気分で、楽しむのもいいかもわかんないです。はい。ということでね、これねシリーズ化したいと思うんで、またいろんなの探して買ってきますね。はいはい、ということでごめんなさい。ということで今日のあっちゃんの、おやつタイムはこれで終わりにしたいと思います。ではまたね、バイバーイ。